皆様こんにちは木村よし子です今日は2023年2月10日金曜日ですねただいまの収録時刻は当日の8時28分となっておりますさて、えー、粉雪舞う寒い金曜日となりました今日はこんなお話です えー、さて今日は、えー、なぜか株価が上がらない高決算企業の背景につきましてお話しさせていただきます、えー、アイロムグループのコメントをくださいましてありがとうございました、えー、少し触れておりますのでご参考になれば幸いですまた忘れないうちにご案内です三月の十日福岡4月の二十一日名古屋に伺えることになりました、えー、折々にご案内していきますのでぜひご予定が合えば、えー、講演会場にお出かけくださいね えそれでは今日の動画を進めてまいります。来週はいろいろと重要な指数が出てきますので、日銀総裁人事案とともにですね、まあ、注目をしておく必要がありますね。えそれに先立ちまして、11日土曜日ですね。 ミシガン大学の消費者信頼感指数が出てくるんですねで、これは対象者が非常に少ないリサーチですのでま振、あ、れ幅が大きいことで知られています、えー、そのね、前哨戦として、えー、ぜひ土曜日のミシガン大学の消費者信頼感指数に注目ですそして、えー、本ちゃんの値はですねこの辺りに出てきますこちらですね14日の火曜日日銀総裁の名前がニュースに載っ またその夜ですね10時30分、えー、CPI が出てきますこちらを見てですねまた為替も動くと思いますので輸出関連株に関心がある方そして FX やってる方などはこの14日の夜10時半、えー、大注目ですねそしてその翌朝も重要なものが発表されます、えー、このあたり夜ですねアメリカのこの稼働率 そして、工業生産などが出ててままいりますすそしてですね木曜日は企業在庫、この辺りが0時、0時半、そして、えー、この朝6時ですね、まあ、この辺り、注目指数がたくさん出ますので、えー、チェックをお答えりなくしたいですね。そして、夜になりますと、またこの夜の10時半、フィラデルフィア連銀の景況指数が出てまいります。そして、えー、この数値を この予想ベースとそして結果ですね前回の値なども簡単に便利に見せてくれているのが岡かさんオンラインですねま口、あ、座持ってなくても無料で見れますのでちょっと見てみるといいと思いますそれではね重要な指数がたくさん出てくる来週まあ、気が抜けない週楽しい週になるといいですねさて今日はですね えー、上がらない高決算企業のなぜ、えー、背景には MBO ですとか、えー、TOB が控えているよということの参考事例として、えー、一番ね、えー、今ふさわしいのが5999のいはらサイエンスですねでこの銘柄はかつて気になる銘柄でも取り上げたことがありましてまあ一旦ちょろっと上がったんですけどもその後もっともっと上がるべきなのに なぜかですね、2022年の年初から、まあ、あまり展開しなくなってしまったと、なんでなんかなと思って、ずっと観察してたんですね。で、今般、あの2月の9日の発表で、えー、その会長さんがです、ね、社長を務める法人がですね、このイハラサイエンスを m b o したいということで、期間は2月9日から3月24日までということですね。でまあ、多分その会長が決断されたのは えー、2022年だと思います、まあ、その前年のね、2021年に決断して、えー、スキームが始まったのが、2022年の年初からだと思います。まあ、MBO 価格を決めるためには、一定期間の株価を参考にしますので、あまり急激に株価が上がってしまうと、MBO の費用がめちゃくちゃかかっちゃうわけですね。なので、株価、ちょっと収まってほしいなという圧があったんじゃないかなと思います。 もちろん、この MBO を進めるためにはその資金的な供給をする銀行さんとの話し合いもあるでしょうしそして幹事証券のご協力も得なければいけないということで,です、ねまあ、慎重に物事を運ばれてきたんだろうなと思います、まあ、こうした背景がわかるとです、ね、次の MBO 対象銘柄も見つけやすいし TOB かけられそうな銘柄も見つけやすいですよね。 えー、好決算などうして一定期間こう株価が、うん、抑えつけられたように上がらないんだろうかという背景には MBO ですとか TOB の案件が控えていることが多いということを投資家として知っていれば次の銘柄探し楽しくなりますよね。ぜひ井原サイエンスの柳の下に土壌2匹3匹見つけていきたいですね。 えー、コメントをいただきましたあアイロムグループが急落してますねということですよねで多分このご関心がある銘柄か持ってらっしゃる銘柄なのかなと思うんですけど高決算企業なのに何故値下がりかということですね、まあ、あの調べてみますとニュースが出てですね10月12月があ大幅減益しかしながら通期では上方修正ということですから まあ、もし持ってらっしゃるんだったらばこの、ね、嵐が過ぎ去るのを待つっていう方法も一個ありかなと思いますね。で好きなんだったらば買い増しチャンスでもありますよね。本日この動画を収録している段階でも、まあ、株価は10円安ということで2061円なんですね。ということはこの辺りですよねショック安を受けたあ辺りにまだ低迷しているわけですから。 1えまあ一つ、ちょっと買い増しをするというアイデアもありかなと思うんですけどね、でまあ、落ち着いて考えてみれば、単体でもって前期45円の配当ができていて、今期は40円予定だったんだけども、45円にできるということは、通期の情報修正がものを言っているのかなと思いますね。で連結ベースででのその人株純利益も大幅に増えてますので まあ私だったらまあほっとくかなと思ってる場合はほっとくかなと思うんですけどね、えー、3月が本決算ですのでもしも大幅な下方修正するんでしたらば、まあ、現時点で2月ですとか例えばあその決算待たずして発表するっていうケースもあると思うんですけども、まあ、通期では情報修正ですからね、まあ、嵐が過ぎ去るのを待つ作戦か 好きだったら買い増しするかなっていうことかなと思いますね。でまた、えー、この会社、例えばですよ、まあ、TOB したいような会社があるとするならば、格好の安値かもしれませんしね。安く買いたい人たちからすると、格好の安値かもしれないっていう視点を持って、もう一度眺め直してみるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、いたいこの知見関係の会社って、ねぶれが激しいですよね。なので、まあ嵐が過ぎ去るのを待って、 え通期情報修正の方に上等をかけてもいいんじゃないかなというふうに思いますねまあ、出来高がですねこんな急激に増えるような傾向がある銘柄ですからなんかこう急騰急落っていうのがね修正となっている可能性もありますからまあ、過剰に心配することないんじゃないかなと思いますけどね さて、アイロムグループは通期では上方修正なのにこの10月、12月がですね、大幅減益ということを言いけして株価が急落しそして金曜日という要素もあるかと思いますけども、反発をあまり見せてないという状況ですね。で一方、ですね、このマクニカホールディングスのようにですね、この一株純利益が大きく伸びてそして前期100円の配当の前は50円。まあ、 配当が倍になってさらに今、えー、この2023年の3月期も130円に増額するということですから、まあ、もう相当この会社はあ3月の本決算を締めるまでもなくいいんだろうと投資家がです、ね、先回りして、えー、買って、えー、株価の,、えー、この角度もです、ねえー、上がりつつあるとしかもその PR が6倍 PBR が1.3倍配当利回りが、えー、この130円であって で株価も伸びてる中でまだ3.72%と,ということでですね。まあ、こういうタイプの銘柄もありますからね。まあ、どちらか好きな方をということであれば早いのはマクニホールディングスの方がこの結果は出しやすいかもしれませんよね。で、えー、ぜひですね。まあ、どちらのタイプの銘柄で行くかっていうのはね相場感ですのでご自身の相性のいい銘柄で。 この2月3月過ごしていきたいなというふうに思うわけですけども、ま、今回のテーマである高決算なのになぜか不思議に上がらない その背景何ということを考えるときにやっぱ大株主のメンツをねしっかりと見てですねそして株価の状況そして利益の水準をやってるビジネスモデルを,を見ることによって TOB なのか MBO なのかそして TOB を匂わせながら実は株価を釣り上げることが目的のファンドが仕掛けてきてるのかということが読み解ければ銘柄推理探偵としては優秀ですよね。ぜひいい銘柄を見つけていきたいそして相性のいい銘柄を見つけていきたい。 T. O. B. M. B. O. を、お、鍵分けられる投資家になっていきたいもんですよね。と、伊原サイエンスの場合は、大株主見てみますと、このね、今、実社、自己株式になってますけど。こちらの二番目は、フェデリティですよね。そして、日本アクティブバリューファンドという、まあ、どちらかというと、このはっきりした筋の。 会社ですそして取引先の持ち株会がありますしそしてこちら公益財団法人伊原サイエンス中野記念財団もうこれこういう風になってくると非常に MB をしやすい株主さんで構成されてますよね。まあ、これが一つの,このものづくり企業に、えー、特化していてそして、えー、株主の名前が筋の分かってる方たちがあ多いと。 そして多分三井住友銀行さんにとってみると、えー、この会長の中西さんにファイナンスすることによって企業利益も上げられるということがあるんじゃないかなと思いますね。というわけで、まあ株主さんを見てみるということで、えいろいろなヒントが得られると思います。えー、そしてですね、このご質問のあったあ株価がね、まあ上がらないというお悩みだと思うんですけども、えー、このアイロングループ二三七二ですね。 私これ相続絡みなんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、あの10月12月期のこの決算内容がよくなかったということの影響ももちろんあって株価が急落してるんですけども上がってほしくない理由が他にあるとすれば相続絡みかなというふうに、まあ、私なりに銘柄探偵としては推理したいと思いますだから私としてはね、まあ、もしこの会社を持ってたら様子見かなと。 思いますねあんまりおたおたしないでもいいかなと思うんですけどねまあ当たるもはっけで私の意見としてえ聞いていただければありがたいですえではこのマクリカホールディングスはどうなのということですけども、まあ、こちらもですねこの神山財団ですとかねそして神山さんそして神山さんっていう個人の名前がありますね、まあ、ノルウェー政府さんんもありますので、まあこのでこ辺はみんなね。 あの非常にしっかりとした筋の分かったところですよね。まあ、他のそのなんかこうねちょっとややこしいファンドに狙われないための対策としては、まあ、財団ですとか取引先ですとか、えー、そうしたね、えー、ちゃんと筋の分かったところがしっかりと持ち株を増やしてくれることが望ましいですね。まあ、今のところまあこの会社はすぐにはそんな T.O.B. とか M.B.O. とかそんなことじゃないだろうなと思います。というわけで。 まあ、いろいろなね事情があるということで、銘柄探偵としてえ、しっかりとですね、えー、背景が予測できれば楽しいと思うんですけどね。というわけで、この後、雑談、そして、レオちゃん動画です。さて、いかがだったでしょうか。ここからは少し雑談タイムとさせていただきます。またまたですね、38歳の犯罪、200億円集めてですね、結局はポンジースキーム、 配当利回り4%を謳ってですね、多くの若者たちから、老後資金2000万円不安に悩む若者たちからですね、お金を集めて、結果的には昨年の秋頃から、このね、配当分配金が渡せなくなってしまった。本人はなんか豪華ヨットとか、まあね、そのセレブの生活を味わっていた。なんかよく聞く話ですよね。 またそして38歳。どうしてそんなに金が欲しいのか。人を騙してまで金が欲しいのかというふうにね、思いますけどね。で、騙される方も、まあ、この人の人数をよく見てですね。私、あの人に1000万円預けろって言ったら絶対預けませんけどね。あの顔、あの締まりのな,ない顔、あんな人に自分の1000万とか2000万預けますそもそもなんかね、 あのちょっとね、騙されてしまった方も、うん、人を見る目を養っていただきたいなと思いました。でね、えー、まあ、オレオレ詐欺もそうなんですけども、騙す側っていうのは巧妙にキーワードを散りばめてるなと感じました。まあ、老後不安2000万円問題、えー、そして、配当利回り、まあ、分配金利回り4%、まあ、かつてはですね、8%だ、10%だっていうね、 え、氷回りを歌って詐欺グループ摘発されてきましたけど、4%というとですね、なんかちょっとね、その気になりやすいですよね。なんか、こう、身近な、あーね、なんか4%って言ったら、なんか、うん、なんかこのファンドはいけそうなかなってね、思わせられたのかなと思うんですけどね。そして、おもてなし会みたいなしてですね、集まって交流会をやってっていうのもね、なんかそもそもそういう、その豪華なホテル、 集まってなんか交流会っていうのはお金かかりますよねそんな金があったら分配金1円でも多くくださいっていうねあの発想にならないかなやっぱさしい気持ち仲間づくりにちょっとこうくすぐられるものがあったのかなと思うんですねなのでキーワーワドに要注意ですそしてですねまあ出資金詐欺もそうなんですけども怪しいものにやすやすとお金預けちゃダメですよね そんなだったら自分で、えー、証券会社に講座を開いて、自分で勉強して、そして、1000万円なくしたら自分の責任じゃないですか。人になくされてしまうと、本当腹立たしいですよね。だから、自分で一生懸命勉強して、そして、えー、その、失敗しながら、あるいは時、時時には成功しながら、そこから学びを得て、そしてですね、しっかりと運用していくっていう力を養っていただきたいなと思いますね。 自己責任と言われるんだったら自分で失敗してそれを糧にしてっていう発想に切り替えていくべきだと思うんですね。そして成功したらその時にはまたそれなりの学びがあるはずですから、そして自分の頭の引き出しを増やしていって変なものにお金を投じないっていうね、そういう強い強い投資家になっていただきたいなと思います。ぜひ騙されない自分の手で、えー、しっかりとした会社に投資していく力を 養っていきませんかというわけで、なんかまた熱く語ってしまいました。レオちゃんはこんな感じです。金曜日のレオちゃん動画もこの後にお告けしますね。猫好きの方、ぜひレオの今日の一日を見てください。それではまた来週お目にかかりましょう。良い週末をお過ごしください。レオちゃんを初めて見たときに、えー、何が印象的かというとね、この目の周りにクマ取りがあってね、そして 目の,あの色が、コトブキ色っていうんですかこの狼カラーだよね。それがね、すごく印象的で、鼻筋も、ね、しっかりしてるし、綺麗な子だなと思いました。ただちょっとやっぱりこう、強いっていうかね、寿色の,この野生的な感じがね、狼的な感じが、ちょっと強い印象でしたね。で前飼ってた猫ちゃんは、黒いね、毛で、そして、 ルリ色って言うんですかだから黒にルリ色だからちょっとね、あの、よく見てあげないと目の色がはっきりしなかったんだけど、りゅうちゃんはね、はっきりこの黄色の周りにマドリがされてあってね。で、こうカメラ向けるとね、なんかね嫌みたいで。<laughs> なかなか目線くれないんですけどね。嫌なの嫌なの見てよ、ちゃんと。ね、この紐で遊んだり。 トンネルで遊んだりするのが大好き。紐がね、なんかね好きみたいなんですよね。虫みたいに思うからかな。だからこういうね、このこれは、えー、紙袋に捨ててたね。取っ手のところなんですけど、これ取っといてね、レオと遊んでます。今日はなんかね、ちょっと眠いような、うーんなんかこう遊び足りないような、なんかはっきりしないんでね。 ね。で、これをこうやって飛んだりするのが、<laughs> 爪が鋭いからね、こう、すぐ捕まえるんだよね。で、時々ね、こう、油断してるとね、ジャンプしたりして。皆様、いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと、動画を作るときのヒントになります。またですね、 コメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですねチャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまた様々研究してお届けしてまいります